日光公園は、広島県呉市にある公園。1947年米軍撮影にカ川中流域と下流域の境目付近、日光橋から下って呉市街地に入って、すぐにある公園。広島呉道路呉出口そばにある。1916年開園。もともとはこの地は、旧海軍射撃場で、払い下げにより、呉市が買い取り、 大正天皇ご大典記念事業として整備された。園内東側の現在庭園になっている場所には、基礎の全館や皇太子時代の昭和天皇行慶記念として、行慶記念館が建てられた。現在も残る御殿橋はこの時に作られたもの。1935年呉市主催国防と産業大博覧会会場の一つ。戦前における、 クレにおける桜の名所の一つであったが、現在ではそれより二河川下流側に桜の名所が映っている。敷地の隣にはクレ海軍工廠の講院寮があった。太平洋戦争中には防空壕が掘られ、クレ軍港空襲ではこの付近まで火の手が迫っていたという。防空壕跡は現在も確認できる。また近代スポーツに理解があった。 旧海軍の拠点であったことから戦前から、呉市ではスポーツが盛んで、その会場としてこの公演が用いられた。特に、呉海軍交渉の実業団チームが拠点として用いている。例えば、戦前から野球が盛んで、呉交渉と他の有力チームとの対戦には2万人規模の観客が集まった。浜崎晋司、浜崎忠治兄弟、藤村文夫、 藤村隆夫兄弟、鶴岡和と、広岡富夫、広岡達郎兄弟らがこの地でプレーしたという。またバレーボールも盛んな地でありこの公園で全国レベルの大会が開かれ、クレ交渉が優勝した記録が残る。戦後のクレに駐留したイギリス連邦占領軍も大会を開いている。近辺にあるものも含む台座だけ残っているものは、金属類回収令によって像が撤去されたため、 沢原盛綱の銅像があったが、台座のみ、歴史の見える丘に移設されている。ありがとうございます。